どうもチャンネル隊長隊長です。今日ツーリングなんですけど、ちょっと今日ツーリングの集合時間を間違えてちょっと1時間半ほど早く来てしまいました。まあ遅刻するよりかはいいよね。でね、今日は、せっかく時間があるんでちょっと動画撮っちゃおうかなと思います。で、隊長スカウトを着て約1ヶ月になりました。はい、インディアンオーナーになって1ヶ月ですね。まだ600キロぐらいしか走ってないんですけど、ちょっとスカウト、オーナーになって、1ヶ月 この今の心境といいますか、いろいろ気づいたりなどいろいろとちょっとご紹介していこうと思います。いや、かっこいいですね。いや、何面見てもかっこいい、美しいですね。はい、こちらですね。走行距離に多分600だと思うんだけど、まだ600いってないな。569キロっすね今。いや、まだまだ慣らしも終わってないっす。はい、でね、まずインディアンのスカウト60乗って、まず最初に最初にというか、よくやりがちなのは、まずまだアメリカに慣れてない、この鍵の位置、ここなんで、よくハンドル周りをね、ちょっとまだ探してしまう。あれ、どこどこどこ、あー、ここかみたいな、そういう風にね、ちょっとたまにパニクりますね。はい、あとね、やっぱりここに座って足がここに来るわけなんですけど、めちゃくちゃ暑い。これマジで暑い。たまにすねじゃないな、たまに足首とかがちょっと触れて熱っつって、たまになります。いや、かっこいいね。でもこの取り回しがすごいエロいですよね。で、またがるとこんな感じになるんですけど、やっぱりね、やっぱバイク乗ってるとね、結構ね、痒くなってくるのよね、たまに。ネイキッドとか、ああいう普通のバイクって、ここ、足がだいたいここに来るじゃないですか。で、ちょっとね、走ってる最中、こう、ああ、痒いなーって言っても、できないじゃないですか。かけないじゃないですか。ね、痒いところにすぐ手が届く。そう。痒いところに手が届く。こう、走りながらね、こう、ああ、痒いなーって。かこう。まあね、そういうことができるので、よくすねが痒くなる人にはおすすめですね。なんだそれ自分で言っといて。でね、あとアメリカンってなんかこうガニ股で乗るイメージがあったんだけど、このスカウトはね、このすごいニーグリップ、ニーグリップして走れるんで、安定性は本当にネイキッド並みにありますね。ネイキッド並みっていうとなんかおかしいんですけど、ああいう普通のネイキッドやらスーパースポーツから来ても、ああいうネイキッドバイクか、ちょっと説明があれなんだけど、違和感なく乗れますね。あと何があるかな。あとね、やっぱむちゃくちゃ軽いのよ、本当に。よいしょ。めちゃくちゃ軽いんで、軽いおまけにこのアメリカンクルーザーのこのやっぱり足つきの良さ、多分よほどなことがなければ立ちこけしないと思いますね。で、ほら、今カメラ、右手でカメラ持って左手話してるけど、本当にこうすごい軽いんで。あとね、このバインドミラーつけたんだけど、このバインドミラー慣れるとね、めっちゃ見やすい。慣れるまではね、ちょっとすごい探したミラーどこだっけって言って、でね、ちょっとね、あとね、これサイドバッグ変えました。もうお気づきの方もおられると思うんですけども、そう、サイドバッグを買いました。これね、アマゾンで5700円で売ってます。これめっちゃ入るから、これヘルメット入るから。で、後ろからのフォルムこんな感じね、エロいっすよね。後ろからこんな感じで、まあ乗り心地的には本当にとても軽いで、やっぱりなんだかんだ
まあ、1000cc 近くあるんで、まあ、999cc、全然何も苦にならない、もう何も文句のないデッキですね。すごいやっぱパワフルで、やっぱあとショートストロークなんで、ちょっとどこどこ感は、アメリカンのあのドコ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 っていう、あれはやっぱちょっと薄いなっていうのがやっぱちょっと気になりますね。まあでも全然、それ以外はもう僕はもう何も文句ないですね。もう何も文句ない、あ、文句ないって嘘だ、ごめん、文句ないって嘘。ただね、やっぱりアメリカンは別にその攻めるバイクじゃないんで、まあ、こんな全然他と違いだと思うんですけど、やっぱポジションがこのやっぱ下の方にあるんで、ちょっと曲がるとね、擦っちゃうんですね、すぐに。ここもちょっと削れちゃってるんだけど、やっぱネイキッドとかね、ああいう普通のバイクの乗りで曲がるとすぐにここが地面に当たっちゃって、あ、曲がらんわって。まあ、それぐらいかな。まあ、それ以外はね、本当にアメリカン乗りてっていう人はもう多分絶対満足するバイクですね、これは。まあ、まだまだね、鳴らしも終わってないんでまだまだこれからなんで、またこれからね、またいろいろ走るうちに気づいたことがあったらですね、ぜひまた動画でご紹介したいと思います。で、インディアンのお店ってのはまだ少ないんで、やはりなかなかまだ上にかかれる場所は少ないっていう現状なんですけど、一応ね、愛知でしたら、2店舗ほど、インディアンのお店があるんで、気になる方はぜひ、一度お店に足を運んで、見に行ってください。全然、大型免許お持ちの方でしたら、すぐに試乗させていただけるので、僕も実際これ買う前に動画でもあげたんですけど、60、あとスカートボバー、あれ試乗させてもらったんですけど、まあこの通りですよね試乗で僕はもう気に入ってしまって、もう試乗した日に僕はもう買おうという意思まで持ってこさせられたバイクです。ぜひね、皆さんも一度お店の方に足を運んで乗ってみてください。現場からは以上です。